皆さん、本日はテゲバジャーロ宮崎 J リーグ入会報告会にご来場いただきましてありがとうございます。まもなく開始いたします報告会に先立ちまして、注意事項をお知らせします。会場内ではマスクの着用をお願いします。また不要な主語はお控えいただきますよう、こちらもご協力よろしくお願いいたします。写真と動画の撮影に関しましては可能ですが、お席からご移動されての撮影はご遠慮ください。それではお待たせいたしました。ただいまよりテゲバジャーロ宮崎 J リーグ入会報告会を開会します。まずはこちらの映像をご覧ください。Thank you.
それではこの度見事 J リーグへの入会を果たしましたテゲバジュアル宮崎の皆さんのご入場です。大きな拍手でお迎えください。改めましてテゲバジュアル宮崎の皆さんに大きな拍手をお願いいたします。それではここでテゲバジュアル宮崎代表取締役社長二村啓太よりご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは、テゲバジュアル宮崎、代表取締役社長の二村でございます。今日は、私たちの報告会のために、多くの方お集まりいただき誠にありがとうございます。あとこのような、素敵な場を提供していただいた、宮古シティの皆様、本日本当にありがとうございます。本来であれば、毎年シーズンが終了しましたらファン感謝祭ということで皆様と喜びを分かち合うような場を作らせていただいているんですが、今年はコロナという影響もあり、このような報告会をさせていただくのかどうかというところも悩んだところはあるんですが、今年1年、選手、クラブ、あとサポーターの皆様、スポンサーの皆様含め一緒に作り上げてきたこの1年というものを少しでも共有させていただき、共に喜べる場を作らせていただければということで、簡単ではありますが本日報告会を開かせていただくことにいたしました。ニュース等でも存じていただいているようにクラブとしては JFL 優勝、そして J リーグ参入というのを目指してスタートした1年でした。結果、準優勝ということではありましたが、素晴らしい成績のもとに見事 J リーグ参入という目標を果たすことができました。振り返りますと、先ほどの動画でもありましたが、簡単な1年ではなかったというふうに感じております。当初3月に開幕する予定だった開幕戦が予定通りスタートできない、スタートできないだけではなくて練習もできないというような中、本当に難しいシーズンだったと思っております。そういった中でも選手、スタッフ、みんなまあその環境に悲観するのではなく、その中でどういうふうに動いていけばいいのかということを前向きに動いていった結果、コンディション作りだったりモチベーションのところも非常に難しい状況があったと思うんですが、見事整えることができシーズンの結果につながったというふうに感じております。そしてそのような私たちのクラブをこのような状況にもかかわらず温かく応援いただいたサポーターの皆様、あとスポンサーの皆様、本当に感謝をしております。クラブだけでなく関わっていただく皆様、その皆様の思いが最終的に一つになって
結実した今シーズンの結果だったのではというふうに感じております。悲願でありました宮崎県に J リーグクラブを作るという目標は達成できた形でありますが、地域リーグ2016年の頃からクラブのビジョンとして紳士というビジョンを掲げさせていただき、宮崎の皆様に明日への勇気を届けたい、そして宮崎から日本の皆様、アジアの皆様に明日への勇気を届けられるような、そんな大きなクラブになっていきたいという思いのもと、活動を続けてまいりました。 J リーグに入ることがゴールではなくて新たなスタートだというふうに感じております。来シーズン J3 で戦っていくことになりますが、さらに上を目指して進んでまいりたいというふうに思っておりますので、これからも温かいご声援ご支援お願いできたらと思っております。本日はありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。続きまして、選手を代表しまして、石井健太キャプテンよりご挨拶申し上げます。皆さん、こんにちは。テキバジュアル宮崎、石井健太です。まず、報告させてください。宮崎県に J リーグチームが誕生しました。ありがとうございます。J リーグ昇格果たしたのも、ファン、サポーターの皆様方、そして、宮崎県民の皆様方の、期待と念、それが、私たちに伝わり、私たちのパワー、力となって、いったと思っております。本当にありがとうございました。そして、宮古シティ様には、スポンサーとしてご支援 ご協力いただきまして、ありがとうございます。宮古シティ3階の方にも事務所を構えさせていただいて、仲間に入れていただいてありがとうございます。これからは、この宮古シティ、事務所に、行ってみたいと、宮崎県民の皆様が思ってもらえるような魅力的なクラブに、なっていきたいと思いますので、魅力的なクラブになっていこうと、思いますので、これからも、応援よろしくお願いいたします。そして、来季も、J リーグという舞台で、新たな舞台で、戦うことになりますので、宮古市様にはご支援ご協力の方をよろしくお願いいたします。来季は、新スタジアムでJ リーグという舞台で戦うことになります。宮崎県民の皆様に、宮崎県民の週末笑顔になれる場所、宮崎の週末に元気になれる場所、そして宮崎の週末勇気をもらえる場所に、そしてチームになっていけるように、チーム個人としてもどんどんアップデートしていきますので、これからも応援の方よろしくお願いいたします。そして最後になりますが、今年1年間皆様の応援なくしてこの結果は本当に達成できなかったと思っております。選手スタッフ一同本当に感謝しています。本当にありがとうございました。これからいくつかイベントもありますので、短い間ではありますが、一緒になって、楽しんでいってもらえればと思います。本日はありがとうございます。続きまして、 J リーグのトップパートナーでありますいちご株式会社の副社長兼 COO、 テゲバジャーロ宮崎のスポンサーであります株式会社宮古シティの会長兼社長、テゲバレイディオ J の挑戦を放送する株式会社宮崎サンシャイン FM の社長であります
石原稔様よりご挨拶をいただきます。石原様、よろしくお願いいたします。選手の皆さんが立っている。それでは選手の皆さん、ご着席ください。皆様こんにちは。私は、宮古シティの石原です。今日はテケパジャーノ宮崎の皆さんをお迎えして J リーグの報告会が昇格ですね、できることを本当に嬉しく思います。皆様おめでとうございます。私どもは、いちご株式会社という不動産会社の、子会社でして、私はその CEO をしておりますが、我々は J リーグのトップパートナーとして J リーグを支えています。そういった関係もあって、このテケパジャーノが J リーグに行くことが本当に嬉しいです。J リーグは地域を連携して盛り上げるということを使命としてやっておりますが、このテケパジャーノ宮崎が先日のいわき戦のような素晴らしい戦いをして、宮崎県民の皆さんが元気になることをこれから実現していただけることを嬉しく思いますし、我々も一生懸命サポートしてまいりたいと思っています。これから J リーグに上がりますと、いろいろなクラブのサポーターが宮崎を訪れることでしょう。我々テケパジャーノのサポーターは何よりも宮崎幸福度ランキングナンバーワンの県のサポーターですから、ブーイングをすることなく拍手と笑顔でこの皆さんを応援し続けて、いずれですね J1 に上がってですね、いろんなクラブがやってきて楽しい試合見せてもらいたいなと思っておりますので、来年から新富野スタジアム皆さん一緒に応援していきましょう。以上です。今日はありがとうございます。それではここで石原様から J リーグ入会を果たしましたテケパジャーノ宮崎へ記念品と目録の贈呈です。石井キャプテンはステージの中央へお願いいたします。石原様、ありがとうございました。さあ、サポーターの皆さん、お待たせいたしました。ここからは選手の皆さんが本日お集まりいただきました皆様からの質問に真摯にお答えするお時間です。時間が限られていますので、ご質問のある方は挙手していただき、前方マイクのある場所へお越しいただきまして、どの選手へ質問したいか選手をご指名の上お話しください。さあ、それでは質問のある方いらっしゃいますでしょうか。宮崎の方はやはりちょっとね、控えめで遠慮しがちな方が多いんですかね。質問と言わずとも選手の方へ伝えたい熱い思いですとかありましたら、あ、行きますか。質問がある方、ではお願いいたします。皆さん、昇格おめでとうございます。上田選手に聞きます。いいんですか。では上田選手は前の、はい、マイクの方にお進みください。すみません、上田選手に質問です。はい、最後の試合は石井じゃなくて俺だろうと思いませんでしたか。あ、僕がですか。はい、そうです。質問ありがとうございます。やっぱり僕だけじゃなくて多分みんな試合に出たいって気持ちあると思うんで、そうおっしゃる通り、自分が出たいっていう気持ちもありますけど、やっぱりそれは多分ベンチに入っている選手もみんな思っていることなんで、
逆にそういう気持ちがない選手がいたら多分昇格できてはいないと思うんで、まあ、あの質問の答えとしてはイエスです。はい、ありがとうございます。来季も頑張ってください。ありがとうございました。さあ、他に質問がある方いらっしゃいませんでしょうか。はい、ではそちらのピンクの服を着た女の子前の方に、はい、どうぞ。選手の皆様へ、頑張ってください。頑張ってください。ちなみにこの中ではどの選手が好きですか？1番。おもしあの伝えたい気持ち、あ、大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。試合出てるところを見せれるように頑張ります。しっかりと熱い思い届いたと思います。ありがとうございます。さあ、他に質問がある方いらっしゃいませんでしょうか。はい、じゃあ早かった後ろの今、はい、一生懸命手を挙げてくれてる黄色いマスクの方、前の方にお願いします。元気いっぱい駆け足で来てくれました。どうやったらリフティングができますか？じゃあどの選手に聞いてみたいですか？うん、1番じゃああの、はい、せっかくなんで真ん中の、はい、マイクの方にお願いします。いやモテモテですね。はい、質問ありがとうございます。多分ここに座ってるからっていうのが一番のね理由だと思うんですけど、あとまあちなみに多分この選手の中で僕が一番リフティングできません。なんでリフティングできなくてもまあここまで来れるよっていうのはまあ一つあるんですけど、どうだろう、でもやっぱりボールをよく見てとにかく練習することが一番リフティング上達するには近道だと思うので、いっぱいボール触って練習してください。はい、頑張り、お互い頑張りましょう。参考になったかな。うん、よかったです。リフティングの練習頑張ってください。はい、はい、ありがとうございました。元気なお返事。さあ、まだいけそうですね。はい、ではお願いします。まずは今シーズンお疲れ様でした。そして J3 昇格おめでとうございます。赤塚選手に質問です。今シーズン一番思い出に残っている試合はどの試合ですか？またその理由も教えてください。では赤塚選手、せっかくなので、はい、前の方に進んでいただいてお願いします。応援ありがとうございます。一番印象に残っている試合はフォワードで出た天皇杯の試合で、自分の人生でも初めてのことだったので、本当奇跡みたいな時間が起きて、まあ、勝てれば一番良かったですけど、まあ、それが一番印象に残ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。もうちょっと行きたいと思います。他に質問があるという方いらっしゃいませんか？さあ、迷ってる方、今がチャンスですよ。さあ、私に見えるように手を挙げないと私から当てに行っちゃいますけど、目が合った方さっきちょっといたんですよね。いませんか？いらっしゃいませんか？じゃあ一番最前列の、マスク、缶バッジ、帽子、フル装備の方がいらっしゃいますね。はい、あなたです。
前の方にお願いいたします。さっき目が合いましたよね。あ、じゃあ選手の皆さん本当に昇格おめでとうございます。 J リーグに入ることは僕の夢でもあったので本当に嬉しいです。で、ちょっと質問っていうか、今日の並び順が番号順になってると思うんですけど、なんで青山選手は番号順に並んでないのかなと。そうですね、今日順番に番号順に皆さん並んで、あれ？あ、これは青山のミスなんで、ちょっと後で裏でしっかり説教します。すいません、本当に。え、いいんですか、もう。はい、以上で、これが質問でいいですか。じゃあ、健太選手にちょっと頼まれの質問があったので、来年の J3 で何位以内を目指そうと思ってますか。何位以内、いや、それはもちろん、やるからには優勝を目指したいですし、それぐらいの力を持っている選手たちはいると思っているので、失う気持ちは何もないという、もうチャレンジャー精神、毎試合毎試合、そんな気持ちで、技術も能力も経験も高い選手が多いリーグになりますので、そのリーグの中で僕たちがどれだけヘグバジャール宮崎のサッカーを、出せるかっていうところが、大事になってくると思いますので、その先に、結果というものがついてくると思いますので、僕たちも、すごく楽しみに、してますけど、サポーターの方々もすごく楽しみにしていただけてると思いますので、一緒になって、楽しみながら、熱く、戦っていければなと思っておりますので、質問の答えとしては優勝でよろしくお願いします。ありがとうございます。僕たちサポーターも全力で応援します。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ということで他に、はい、ということでこれにて質問コーナーを終了させていただきます。では続きまして、豪華賞品がもらえるじゃんけん大会に移りたいと思います。選手とじゃんけんをして最後まで勝ち残った3名の方にはJFL の公式球、選手のサイン入りのものを差し上げたいと思います。それでは選手を代表しまして、座る位置を間違えてしまった青山生きる選手、ステージの中央へお願いします。さあ、そして参加したいぞというサポーターの方はご起立をお願いいたします。さあ、ルールを説明します。ルールは青山選手に勝った方のみということになります。あいこと負けの方はお座りください。最終3名になるまでじゃんけんは続きます。皆さん真摯にお願いしますね。勝ちのみですよ、ズルはなしですよ。さあ、それでは青山選手準備はよろしいでしょうか。 OK です。ではお願いします。じゃあ行きます。最初はグーじゃんけんぽん。さあ、青山選手はパーを出しました。チョキ以外の方はお座りください。結構残りましたね。では第2回戦お願いします。まあ、最初はグーじゃんけんぽん。青山選手はチョキを出しました。グーの方のみ残ってください。お、あとちょっとですね。では第3回戦参りましょう。お願いします。いきます。最初はグーじゃんけんぽい。青山選手グーを出しました。パーの方しパーの方、勝ち残った方手を挙げていただいてよろしいですか。やってない。あ、ちょうど3名ですかね。はい、ということで商品ゲットされた方おめでとうございます。商品はですね、報告会が終了した後にお渡しさせていただきますので、報告会が終了しましたらこちらへお越しください。おめでとうございます。
さあ、というわけでじゃんけん大会を終了いたします。さあ、テゲバジュアル宮崎、来年はいよいよ J リーグでの戦いが始まります。県民の皆様もどうぞ大きな力で後押しをよろしくお願いします。それでは選手スタッフの皆さんが退場しますので、皆さん大きな拍手でお見送りをお願いします。これにてテゲバジュアル宮崎 J リーグ入会報告会を閉会します。お集まりいただきましたサポーターの皆様、本当にありがとうございました。会場お出口は1箇所となります。密を避けるために案内ごとにご起立いただきまして、速やかなご退場のほどご協力よろしくお願いいたします。来年 J リーグの舞台でまたお会いしましょう。プレゼントが当たった方は前の方にお願いします。じゃんけん大会勝ち残りの方はお渡しいたします。